アメリカは実は朝鮮半島の統治に関してはあんまり興味なかったんですよ。何もないけんやろ、あの何もないし、そのあの要はでね、アチソンラインを引いたのは、うん、いやまさに朝鮮半島はうちはあんまり出んでよかもんねっていうような考え方で始まってるんですよ。ほどほどステーションセカンド。朝鮮戦争2番終わりなき戦い。日本会議唐津が提供します。ほどほどステーションセカンドの時間です。進行は私 MJ です。そして本日のアシスタントは、はい、ふんちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日のテーマは先週から引き続きますが、朝鮮戦争2番終わりなき戦いです。本日の解説もご存知、日本会議唐津のゆうちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しします。先週はね、朝鮮戦争の開戦から戦争の経過を聞いてきましたが、今週は休戦協定の話と各軍の戦い方を掘り下げていってもらいましょう。それではまずは休戦協定からですね。はい、はい、お願いします。休戦協定はですね、うん、1953年の7月27日午前10時に板門店で、ね、締結されるわけですけども、うん、和平交渉がいつから始まったかというとですね、1951年7月9日より、まあ、断続的に158回開催されてるんですよ。あ、そんなな、うん、でですね、こうメンバーが面白くて、共産側はですね、北朝鮮はナムユル中将という、うん、南に引いて書いてね、うん、ナムユル中将が、まあ、代表なんですけど、うん、中国は劉華中将という中将クラスが2人ですね、うん、で韓国側としてはですね、米国のジョイ海軍中将が代表なんですけども、で韓国はパク少将、少将なわけね、少将なんです、うん、で要はあの向こうは中将2人それてきてるのに、うん、こっちはですね米国が代表で、でパク少将がこう、うん、暗い一丁したって、ね、まあ、そういう部分じゃ ね、そのお前たちの戦争じゃないぞみたいな話よね、うんうん、で交渉の代表はですね、共産側が、まあ、北朝鮮に対して、まあ、韓国は米国中非常にアンバランスな、ね、うん、そういうことよね。でね、これ面白いのはやっぱりですね、あとこれ来週ぐらいに話しますけども、あの北朝鮮がいわゆるこう共産権側の事情でですね、うん、水かけ論で父として進まんですよ、この平和交渉はですね、うん、あ、まあ、足の揚げ足の取り合いで、うん、で得意、ね、特にね米軍の方はそのあんまりタフなネゴシエーターじゃなくて、しょっちゅうその共産側にやり込められるというようなんですね。で韓国は強硬にですね、うん、そのいろんな保証のこととかを主張するんだけど、いつもこう軽視されて封殺されるっていう、まあ、お前たちが思うたことはいかんぞみたいな部分も、うん、そのいわゆるアメリカ国内に、うん、あった部分もありますよね。でね、はっきり言ったら、この一つ問題なのがですね、うん、このテクニカルな意味で、韓国語、朝鮮語とですね、シナ語、中国語と英語の通訳を通しての交渉やけが、多大な時間の浪費が、それによって一個のことをね、こう5分ぐらいの喋ったことを1時間ぐらいこうニュアンスを伝えるのにかかったりとかして、父として進まなかった理由はそうなんですよね。だけん158回も開催せないかんだったということね。まあまあ、でもそれだけ長引いたのは本当もう少し別の理由もまたあるんですよ。はいはい、でね、それは来週話します。でね、結局ですね、朝鮮戦争の、協定は、その1953年の7月27日に締結されるんですけど、うん、まあ、国連軍の代表としてアメリカ陸軍のウィリアム・ハリソン・ジュニア中将と、うん、中朝連合司令部代表としてですね、うん、ナムユル大将、ね、うん、の署名後に国連総司令官のマーク・ダブル・クラーク大将と、うん、中国人民志願軍司令員の、彭徳懐と、うん、それとあと金日成、うん、が、署名して締結されるんですけども、なんとですね、戦争当事者の韓国は署名してないんですよ。なんで、なんで、まあ、ちょっとまた後で。お楽しみ、ね、はい、でね、朝鮮戦争の休戦協定って何かって言ったら、第一条は、軍事境界線および、非武装地帯、今有名ですね、DMZ ですね、まあ、今もありますね、これ30キロぐらいの幅であるんですね、はい、で、戦闘停止および休戦の具体的な取り決めと、うんうん、
で3条は捕虜に関する取り決め、うん、まあ、捕虜の交換につながるんですね、うん、で第4条は双方の関係政府への勧告、うん、これはどういうことかってですね、うん、朝鮮半島からそれぞれ以外の軍を撤退させるって話なんですね、ええ、うん、いわゆる共産軍と米軍を撤退させるって話ですね、ええ、うん、で、まあこの取り決めはですね、いわゆる戦闘状態を解決するんじゃなくて、いわゆる戦闘を中止させるためだけの、まさに文字通りの休戦協定、ね、協定なんです、ええ、実はですね、うん、つまり戦争自体を解決させようっていう和平交渉でも何でもない、うん、実はですね、うん、で北側の提案としても朝鮮半島から全外国軍の撤退と、うん、ね、でそれから朝鮮問題の平和的解決、うん、つまり話し合いで統一国家が作れないかというところなんですけども、うん、あ、まあそれはね、あのいわゆる北の言い分での共、そうそうそう、統一国家を作らせろという話だけど、ね、でも実際現実的じゃないのは、ね、実際に、うん、そのまあ、休戦に納得しない韓国政府というのがあって、うんうん、李承晩大統領と政府はいまだに強い戦争継続と、うん、あと北進を主張してたんですね、うん、北に、ね、向かっていくということ、うん、でね、その理由がもう非常に合理的な理由があって、戦争は北の侵略で始まったんですよと、うん、38度線越えでと、うんうん、で協定にですね、その戦争の真実と責任の所在が明記されてないと今回言うんですね、まあ、だけがいわゆるあの保証問題が全然入ってないと、そうそう、ね、で北に対する処分がない、うん、内見がまた南進がいつでも始まるでしょうって、うんうんうん、で外国軍の撤廃で韓国は常に、ね、侵略の脅威にさらされるですよと、うんうん、で米軍はいずれも理にかなってるんで、うん、米軍は対応に苦慮するんです、うん、で結局もうそれが理由で韓国は休戦協定には署名しなかったんです。そういうことね。でね、結局それに対して米軍はですね、ええ、その後の結局日米あの韓米関係を作るのも必然であるんだけども、うん、結局、休戦協定締結後の米軍はどうしたかってですね、うん、共産が休戦協定を破った際は国連軍と米軍は直ちに、まあ、韓国軍を支援しますという約束をするわけですよ、うん、でね、近代兵器をですね、うん、供与するわけですね、韓国軍に対して、うん、で韓国軍20個師団の育成をこう約束するわけですね、うん、で10億ドルの無償経済援助、うん、で、米国部隊の韓国内駐留を約束する、うんうん、ってなるとですね、さっき言ったその和平交渉にあったその向こうの提案から言った、朝鮮半島から全軍、全国軍、外国軍の撤退っていうのは、うん、まあ、絶対成り立たないわけです、うん、で和平交渉が決裂するわけですね、うん、完全な和平に向けての交渉はですね、1954年のジュネーブ会議ですね、うん、戦争停戦後の 翌年のですね、うん、ジュネーブ会議で最終的に決裂するわけです、うん、で、まあ、いわゆるこうさっき言った外国軍の撤退を北朝鮮が言うのは韓国はもう絶対無理だと、うん、で、国連の関与を主張し続けてね、譲らずにまあ決裂したわけですよ、うん、なるほどね、まあ、結局それが今でもずっと続いてるわけですね、うん、結局ですね、今の状況がね、うん、そうなんですよ、まあ、この続いていくのは仕方がないというような感じですよね、うん、こういうあの休戦協定では、うん、はい、はい、ありがとうございます。それではまた後半に続いていきます。ここからは谷口隊長のドガンドガンデラックスのコーナーです。こんにちは、谷口です。前回までロシアソ連編として帝政ロシアの末期からソ連の崩壊までを扱ってきました。ソ連は崩壊後15の独立国家に分かれるのですが、その中でも国連の常任理事国としての立場など、かつてソ連が持っていた大国の利をそのまま独占して引き継いだロシアに焦点を当て、これから新生ロシア編としてスタートします。ソ連時代のことについては、今日すでに多くの公文書などが開示されており、その実態がほぼ明らかになっていますが、現在のロシアは再び閉ざされた元の秘密の国に戻っています。しかし、プーチンが目指すところは、ソ連時代の国家保安組織を中核とした覇権国家の復活であることから、ソ連時代の流れの中で推察することができ、また、ウクライナへの軍事侵攻を機に、世界の注目も集まっています。この国は、我が国にとっては、直接国境を接する隣国でもあり、ドガンドガンデラックスでは、この隣国をなおしばらく追っていくことといたします。
その1回目はソ連が崩壊して新しいロシアが誕生した時、つまりゴルバチョフ、エリチンの時代に焦点を当て、これにプーチンの動きを加えてお話しします。まずゴルバチョフですが、この方はソ連最後の最高指導者です。この国のそれまでの指導者とは異なり、ソフトなイメージで西側との交渉を進めながら国の改革と立て直しを進め、東西冷戦を終わらせた人として有名です。ですがゴルバチョフが進めたのはあくまでソ連の改革と立て直しであり、ソ連という国家の継続でした。実際この人がもう少し早く出てきていたなら、あるいはソ連はその後も存続し冷戦状態も続いていた可能性があるとさえ言われています。次にエリチンです。彼は当初こそそのゴルバチョフの側に立ってソ連の改革と立て直しに取り組んでいました。しかし彼は早々に共産党による独裁体制に見切りをつけ、ソ連を形成していた共和国の一つであるロシアの初代大統領となり、ソ連がまだ存続している時点でそのロシアを民主化させる方向に大きく舵を切ったのです。ソ連形成共和国の中で最大の半島を誇ったロシアのこの変化がソ連の解体を決定的なものにします。彼が目指した国はあくまで民主的な国家であったと言われ、彼のもとには志を同じくする民主化の同志が集まり、それまでとは全く異なる民主的な国づくりを目指します。ロシア革命の後に訪れたロシア内乱の時代に、レーニンやジェルジンスキー率いる国家保安組織によって無残な形で潰されてしまった民主国家建設の動きが再びこの国に出てきたのです。しかしこの動きもやがて減速します。このような急激な舵取りには当然のことながら大きな摩擦も生じ、特に経済面での混乱は国民生活を苦しめます。このためエリチンは人気を失っていきます。また次の大統領候補とも言われたスタロー・ボイトは、この方は英国のサッチャー首相とも親交があり、エリチン側近中の好一点として彼が最も将来を嘱望していた女性であり、ロシア民主化の闘士だったのですが、彼女は国家保安組織を解体しその犯罪を暴くべきと主張したところ、何者かに殺されてしまいます。ちなみに国家保安組織のこの時の長官がプーチンになります。彼女が暗殺されたとの知らせはエリチンをして緊急入院させるほどの衝撃を与えますが、実際スタロー・ボイトワの死はソ連民主化の終わりを告げる歴史の転換点となります。さらにその後エリチンと並び民主化の騎士とされていたサプチャークとその側近たちが皆同時に心臓発作によって急死するという不思議な出来事が起きます。プーチンがエリチンの後を継ぎこの国の第2代目の大統領になるにはまだ曲折があるのですが、ここで時間となりました。続きは次回お話しします。二度までも起きては消える民主化の手法は同じく暗殺毒殺。谷口でした。谷口隊長のドガンドガンデラックスのコーナー、いかがだったでしょうか。それでは後半に入りたいと思います。それでは各軍の戦い方から説明してもらいましょう。そうですね、まあ、あの面白いのがですよ、ね、その、まあ北朝鮮がいきなりこう38度線を越えて、うん、であっという間に韓国がボロボロに負けるじゃないですか、ねうん、でその後米軍が来てぐっと押し戻すんだけども、うんうん、でその後北朝鮮軍もボロボロになるわけですよね、で、まあ、中国軍が参加してっていうようなこうシーソーゲーム、うん、もう野球で言ったらねめちゃめちゃホームラン打ちまくるようなシーソーゲームなわけでしょ、うんうんうん、でねなんでそうなったかっていうのいろいろ理由があって、核軍の戦い方とかそういう特徴が非常に表れてるわけですよ、うんうん、でですねまずね開戦当初の韓国軍と北朝鮮の戦力の比較をするとですね、はい、面白くて、すごい韓国軍はですね、まあ、総兵力が 9.8 万人と、うん、で北朝鮮軍はですね 13.5 万人と、うん、約 1.5 倍ぐらいおったんですね、で、
師団数で言ったら韓国は8個師団で、北朝鮮は10個師団なんですけども、なんと戦車装甲車の数を見てみるとですね、いわゆる韓国は、米軍の M8 装甲車がわずか27台、37ミリ砲しか積んでないですね、で北朝鮮は T34 これは85ミリ砲を積んだ戦車が180台、それから SU76 って76ミリ自走砲を積んだ戦車が70台と、すごい。でね、大口径の火砲、いわゆる100ミリ以上の火砲が、韓国軍が89門に対して北朝鮮600門って、まあある意味圧倒的な戦力差があるわけ ね、このいわゆる 陸上だけでも、で航空機も、わずか練習機と連絡機が32機しか韓国軍にはなかったのに対して、北朝鮮はソ連の戦闘機が90機と、それから爆撃攻撃機が70機と、その他合計で196機も飛行機を持つと、それはしょうがないね。ってなるとですね、これ要は北線がですね、こう越えてきて、いわゆるこうドイツのポーランド侵攻電撃作戦並みの侵攻をしたっていうのは、この圧倒的な兵力の差なんですよね。で、まあ言うたら、北朝鮮が誕生してですよ、する以前に、先週も言ったように2月8日に、ソ連軍いわゆるこう撤退後直後に建軍してるわけですよ、で軍隊を早くからも強くしようとして、でソ連軍が撤退した後もですね、数千人のソ連軍のですね、ソ連人のですね、軍事顧問が残って、でまあ徹底したその戦術とか重火器の取り扱いなど徹底的に訓練してるわけですよ。で近代戦に対する作戦能力をですね、ずっと与えてきてるわけですね。でまあさらにですね、中国共産党系朝鮮民族部隊、つまりこう国境内戦を戦ってきた朝鮮人のですね、部隊とですね、あとソ連で本格軍事教育を受けたソ連派というのがこう合流するわけですよ。約それが、6万人と言われてる、その2つがですね、で韓国軍はですね、じゃあなんでそんなに備えてなかったかと、ね、まあ、1948年8月15日建国の時に、いわゆる朝鮮警察隊より移行したんですよ、軍隊っていうのは、元が警察隊って、どっかの国と一緒ですよ ね、それで対ゲリラ戦、いわゆるこうほら、この頃ゲリラでめちゃめちゃやられたわけやけんが、対ゲリラ戦に主眼を置いた、いわゆる野戦警察隊やったわけですよ。それぐらいのもんだったわけでね、軽火器は中心だったわけですよ、自動小銃とかね、軽火器は中心で、でね、米軍事顧問団500人ぐらいいたんですけども、これ3つ過ちを犯してるわけですね、まず1つはですね、北の侵攻が差し迫っているものであるというのを考えてなかったわけですよ、で敵戦力を過小評価してたんですね、北朝鮮軍っていうのはですね、それからまあもう一つ大きな過ちは、朝鮮半島は戦車戦に、山岳が多いので戦車戦に適してないっていう判断をして、だからその装輪装甲車しか置いてなかったわけです、で実際に北朝鮮の総兵力ですね、兵力、火力、航空戦力は韓国軍の約2倍の差があったって、そういうですね、やっぱり考え方が違う、でもう一つですね、その北朝鮮の工作員諜報戦というのがやっぱあって、1949年から1950年にかけて、その開戦前夜にかけてですね、北朝鮮はですね、300回以上にわたって諜報員を韓国に潜入させてるわけですね、それは陸続き、いわゆる、三者朝鮮を越えてもそうですし、海からもこう船で、ね、こう入れて、それからなんと落下傘を使ってですね、空路でもどんどん人を送り込んで工作員ですね、で韓国軍と警察はその諜報工作員摘発のに翻弄されるわけですよ、で18ヶ月でなんと1000人以上の工作員や諜報員を、射殺したり逮捕したりしてる、1000人、まあね、今でもいますけどね、まあまあ、でね、面白いのが北朝鮮のですね、これ世界初のですね、特殊部隊っていうのがあって、北朝鮮の特殊部隊ってあらかじめ潜入した工作員、特殊部隊っていうのが、ね、あるんですよ、で、まあ、その工作員は要人の誘拐だったり、殺人だったり、住民を扇動したり、破壊工作したり、
正規軍の攻撃などゲリラ戦、うん、まあ今でも一緒ですよね、北朝鮮やってことですね。まあ今もありよるやん、今はもっと加速してますよね。でこれは厄介なのが、避難住民に紛れて行われる破壊活動は、うん、韓国軍はほら、うん、避難住民の中から爆弾投げられたりする件が、うんうん、もう混乱するわけですよ。そりゃそうよね、うん、でね、これらの活動はですね、うん、あの人選上陸作戦までずっと行われ続けるわけですね、うん、で38ヶ月で射殺逮捕されたゲリラ、この朝鮮戦争の間にね、ええ、ゲリラは約20万人おると。そうやんもん、うん、それぐらいその北朝鮮は、だけどそれだけのやっぱりですね、諜報活動工作活動に非常に力を入れとったその、したたかさ、北朝鮮のしたたかさがやっぱり相手のその兵力も見極めてたし、北朝鮮のしたたかさというか、まあいわゆるソ連の、まあまあソ連の ね、まあ、やり方かなって思うけど、金日成が作った軍隊っていうのが、そういう諜報も非常にこう有効にしたっていうのは、まさにソ連そうよ、ね、スターリン的手法ですよね。まあ金日成自体もね、ソ連で、うん、あの随分教育されてるんじゃけん ね、でまあ北朝鮮はそういうことで初期の電撃戦で、大規模機甲部隊による電撃戦でですね、成果を上げるわけです。で、後方拡乱によるもう韓国軍はもう非常にこう混乱するわけでしょ。で、補給不足がまあ結局そこで新たに出てくるんですけどね。で、米国はですね、初動に遅れるわけですよ。情報不足でやっぱりそのか、いわゆる情報錯不足やって情報錯綜で、米国政府はですね、事態 の重大性の把握が遅れるわけですよ。そんなに重大なことが起きてるって気づかないわけです、最初ですね、で7月1日に米国が釜山に上陸する、それもわずか400名の部隊なんですよ、で米国は、火力が非常に不足してて、対戦車砲もそのバズーカですらその T-34 には通用しないと、で T-34 は簡単にその前線を突破してくるわけですね、で釜山共闘法でいわゆる持久戦立て直しを図るわけですね、で初期の頃の大敗戦に米政府はですね、朝鮮半島の放棄まで考えてたと、朝鮮半島捨てようと、で日本がその最前線にしようと、まあアチソンラインも一緒です、考えたらですね、ちょっと大変だったろうね、その後の世界はね。でですね、米国はそれじゃもうメンツが立たんちゅうことで反撃戦略をしていくわけですけども、大量物質と国連の含めた大量兵器も投入していくわけですね、で T-34 に対抗できる戦車として、まあ、M26 パワーシングとか M46 パットンチってさらに大口径のですね、そういう戦車と、それと対戦車砲、それからスーパーバズーカと、バズーカよりね威力の高いね、でその相手のその T-34 をこうね撃破できるバズーカ砲をね、準備するわけですね、であと制空権を把握するんですよね、で敵補給量を攻撃すると、敵の 90% の補給物質を焼き払うというですね、そういう作戦をするわけですよ、そうなんですね、でそこで人選上陸作戦と、1950年9月25日人選上陸作戦、で米軍海兵隊2個下に4万人と、で戦車27台水陸両車164台と、でこれがもう どんどんあの電撃的に進化、進行していって9月27日ソウルを奪還するわけですね、でこ実は面白いのはですね、人選上陸作戦の鍵に日本人というのがおってですね、いわゆる LST って上陸要衆艇のですね、6割30隻が日本人船員によって運航されてるんですよ、つまりですね、これ人選ってですね、実は長石が6メーターぐらいあるんですよ。ああ、そうやんね。6メーターぐらいで、非常にこう地形も特殊で、でこれが米軍のね船員兵隊にはその経験がないけん、だけど朝鮮半島をこうずっとでこう統治しとった日本の船員はそれを分かっとるけんが、日本人の船員がなんと2000人に運航を従事するんですね、で死者もですね、実は57人死者がおったりとかですね、そうなんですよ、でですね、中国軍が参戦してくるわけですけども、中国軍の戦い方って非常に面白くて、いわゆる毛沢東の、ね、方針で大量の人海戦略、犠牲を顧みない戦略と、まあ、今でもそやんよるけん ね、 そうですね、で国連軍14万に対して共産軍40万人、で国連軍1人に対して共産軍2名の戦死者をずっと実はこう生み続けてるわけですね、で、まあ、結局それでも共産軍面白い、補給不足による共産軍の消耗で冬場とかですね、みんな凍傷になったりとかですね、そうか、でもう非常に戦意は低かったみたいですね、で、
まあ、いわゆるこう中国の戦いとしてはまあ消耗戦だったんですけど、それから転換して軍事物資の補給不足とか、うん、まあ中国政府に南進の、意思がないとかですね、うん、莫大な戦費の浪費から38度線北側での陣地戦へと移行するわけです。消耗戦からね、もう消耗戦があまりにも消耗がひどい点が、ね、それから転換していく、それから軍事物資もその足りないと、ええ、で、まあ、自分たちは南をどんどん攻めていくつもりはないと、うん、でそういうことで38度線の北側まで撤退して陣地戦へと移行すると、うん、で米国中国実はですね、もう代理戦争みたいなもんやけんが、これ以上戦争拡大したくないと、うんうん、で互いに、まあ、この戦争に勝利は得られないということを気づくわけですよ、うん、で結局このですね、ええ、朝鮮戦争初期で示したことっていうのが、うんうん、武器のやっぱ国内開発とか生産ができない韓国と北朝鮮、まあ、ましては中国もですね、うん、ええ、武器の調達がやっぱり他国代理だったりするわけでしょ、うん、ソ連とアメリカだったりするわけでしょ、うん、でそれはですね、戦線の行方を大きな影響を示してるわけです、うん、で結局、ね、その後、まあ、中国もそうですし、ええ、北朝鮮も、うん、韓国も独自でその武器を作れるような国に転換していくわけです、その後の70年の間でですね、と、うん、いうことになるわけなんですね、うん、これはそれぞれの戦い方の話です、はいはいはい、ありがとうございます。それでは、もう少し進んでいきますかね。そうですね、はい、はい、ですね、でまあまあこのですね、李承晩と金日成の話をちょっとしますと、李承晩と金日成というのはですね、うんうん、まあ、李承晩というのはその、米国は南朝鮮の大統領に李承晩という男を添えて、うんうん、金日成はソ連のスターリンは金日成を北朝鮮のリーダーとしてから、認めるわけですよね、うん、でこの2人っていうのがやっぱり戦争の当事者なんですけども、李承晩ですね、うん、1975年に、韓国で生まれてですね、うん、その高層の退位要求、当時の李氏朝鮮ですね、退位要求の激文散布に加わって投獄されるわけですね、うん、で出所後ですね、すぐに米国留学にして、うん、で日本が朝鮮半島を統治したこと、日韓併合したことで、うん、その土地にアメリカに亡命するんですね、結局ですね、はいはい、で1919年には中華民国の上海で大韓民国臨時政府を樹立と、うん、で1945年の10月、ね、敗戦後に、朝鮮に帰還して、うん、で、1946年3月政治活動して大韓独立促進国民会を結成して総裁になるわけですね、うんうん、で1948年の8月15日朝鮮半島、南部単独で大韓民国政府、樹立宣言をして初代大統領になると、うん、この時73歳だったんです。まあ、もう結構お年を召していたということですね。かたや金日成は1913年、平壌の、万魚で、ね、万魚盆号ってあるわけで万魚でで誕生と。で1932年から1933年の間、なんと中国共産党に入党するわけです、彼はですね。で1937年に満州とかで抗日パルチザン活動に従事して、で1940年ソ連に退却と、ソ連軍で軍事訓練を受けると、うん、で1945年の9月に朝鮮半島に、つまり 戦後に帰ってきてるわけですよね。まあ怪しい話やけどね、うん、これはね、うん、で1946年の5月に北朝鮮共産党を設立して、うん、まあ後の朝鮮労働党ですけどね、うん、で、朝鮮労働党のトップに1947年の3月にトップに就任する、うん、それが、34歳の時、はい、73歳と30歳バイトしてるわけです、だけんがさ、この抗日パルチザン活動で、うん、本当に活動しよった金日成と、うん、この金日成は別人っていうふうに言われてますよね。いろいろ噂ありますよね、うんうん、だけどまあ面白いのはですね、ええ、李承晩と金日成、まあ、年齢もあれなんですけど、思想的にですね、うん、李承晩はやっぱ米国でそれあのいろいろ長くおったせいでですね、強い反共産主義者なんですよ、あ、はい、で金日成は共産主義のやる申し子になるんですね、うん、そうやね、もちろん後ろ手は米国とソ連というわけですね、でね、うん、李承晩政権って大統領になってるんだけども、うんうん、実はその
朝鮮戦争の始まる直前のですね、選挙でですね、李承晩負けたりとかしてるんですよ。あ、本当。率いる政党が、はいはい、でいわゆる民進はですね、全然掌握できてなくて、うん、いわゆる反共の名のもとにですね、もう戒厳令を国の3分の1ぐらいに敷いたりとかしてから、で粛清と強権を振るってたんです。まあ、勝手に国を治めたような感じ、ね、まあ、そうですね、いわゆるですね、朝鮮のですね、伝統的政治的体質を引き継いでるわけですよ。ヤンバンで、まあ、北進統一がお題目でですね、で近日はですね、まあ、資本主義者を憎んで、うん、反共産主義者のみならずですね、なんと対抗勢力もどんどん粛清していって、あ、はいはい、で完全な独裁を形成してるんですね、うん、なるほど、いわゆるスターリン的手法、うん、そうね、で南進解放、ね、うん、北進統一南進解放でこの二人はもう非常に対両極端の場所にいるっていう、うん、この二人が大体戦争のですね当事者の二人なんですけどですね、はいはい、それでは続きはですね、また来週ですね、伺いたいと思います。本日のほどほどステーションセカンド、いかがだったでしょうか。本日の放送や過去の放送は YouTube でもご視聴できます。 YouTube で FM カラッツほどほどステーションとご検索ください。本日はこれまで、また来週皆さん一日ほどほどにお過ごしください。